フィンジュ・ユーモアのアルバムの10曲目、2011年で、さっきまで光っていたのに影が落ちてしまう。ずっと眠ってる方がいい。では企画でも眠たくない、帰らなくていいよ。照らさなくていいから全部ひっくり返して、俺とまま。何も気にせず叫んでいた。ショート時刻の合図だっけ。フレームこそがチャンス。誰の行き先も気持ちもわからない。何も気にせず出発さ。さっきまで触れられたのに、仮に残し消えるならずっと眠ってる方がいい。無事だからうまく寝ない。もっと立ち止まっていいよ。また振り出しからでいいから全部ひっくり返して、自己紹介。時計見られずに伝わらなくていいよ。やらせていいから、全部ひっくり返して、自己紹介。出発さ。ちょっと嫌なことがあったんだろうね、いっぱいね。別れたかいって比べてみ、思ったかいって比べてみ。とりあえず言って満たされない、大丈夫では無理。ちょっとどういうことなのかな、これ全然わかんない、言ってることは。まあ、とりあえず、すごいと思ったんだよね。いろいろこれに関して。なんかすごいな。まあまあ、この E マイナーと B を軸にしてて、とにかく、ね、軸にしてて、まあ D とか入れたりしてんで、だからこの辺がね、ザーってなんていうか、押さえた感じで、バーって歌ってて、押さえた感じでね、もう本当に、でいいよ、うん、いいから、うんとかね、このいいよ、うんって言いやすいですね、歌い方が。いい、じゃなくて、いいから、全部って、いいから、全部、嫌いにくっつけてたのね、俺。しかし、まあまあ、これ、まあまあ、何も気にせず叫んでいたいって、ここの繋がってんねんね、ここはね。なんか、で、またストーンと落ちてきて、なんか、またガーってなんかなって、ここもまだね、まだ、低い場までね、なんか、ここもまだ。全部で変わる、またこう、ちょっと、で、また進んでたい。ずっとここまではね、そういう感じなんだよ。で、こっからなんだよね。てて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 、感想がかっこよくて、いきなりここのね、で、こっからいきなり、なかりと書いて、ここ、もう一回再現しちゃった。あかりと書いて、暗闇と闇っていう、なんかね、なんだろうね、これね。だから、ここ、なんか、ファンって歌って、こういったら、暗闇と闇っていう、なんかね、対比なのかをちょっとね。思ってと書いて、裏と読む、足りると言って、満たされないみたいな感じでね。大丈夫。あ、この曲は、あ、すごいなと思った。なんかいろいろだから。最後、また今やなになって。まあすごいですよね。とにかくかっこいいっていうかね。渋かっこいいっていうか、なんかそんな感じの。すごいな、やっぱ。すごいよ、ほんと。とにかく。